そんな事故なことしかあかんかったらショックやな。前もう一人おったんですけど、その人がそれ使っとって、僕があのピンケールとかいろんなもん持ってるやつ全部使って、何も釣れんすよ。その人だけが釣れとった。ああそれきついな。僕とシャークさんゼロでその人を4匹あげて。じゃあ1匹釣れたら貸して売ってなかったよ。アサシンフラッシュブーストから行こうか。いい、アサシンフラッシュブースト。今日はステライだ。 H とステライだ。P 巻き直したよ、気持ちいい。えらい光るな、それ。あ、イワシが光ってたんや。そんなん刺さるんやな。そっちの方が潜ってんやな。こっち来えへんわ。ベイト来いやん。なあ、こんだけ俺はバコバコ釣れそうやのにな。おるんですけど、おるんですけど、食いつぶせへん。カーラヒットした時遠かった？いや、そんなに遠くはないですね。ピンテールなんてそんな飛ばないです。それピンテールも普通に巻いとったらドーンってきた。今日ムーさんも来るって。位置情報送っとかな、これは分からへんわ。大掃除機もあかんし、ブリカツさんもグロー行こう。前奏探りや。まだ暗いからな。紫外線たっぷり当てて光らしていくでいい。え、臨空公園行きますやって、ムーさん。なんでや。なんや、意味わかんない。リンク公園行きます言うたら、おはようございます。ここリンク公園ちゃいますよあ、はしごの前でリンク公園行きますって打ってきたんですか僕順番に登りましたよ、1個ずつは持って。なくなったらムーさんが持ってったと思うとこは全く一緒や。見て、ジョイントの色以外全部一緒。タモ、全く一緒。ジョイントの色がちゃうだけ。スマホ充電するモバイルバッテリーあるやろ。あれ、GoPro のつないでやってるやん。ポケットに車のキー入れて、モバイルバッテリー入れるやん。で、電波飛ばへんで。ドア開けられへん。電波妨害されて、モバイルバッテリーに。そんだけすごいもんポケットに入れてて大丈夫なんかな思うで。車の電波飛ばさへんほどの威力あるんやから。電磁波が。5時40分、ムーさん来て、左ムーさん、自分、右ヒロヒロさんに、ニャオさんに、シャークさん。今んとこ当たりなし。5時から投げてるけど、バイブレーションか G コントロール系のミノーがいいらしいよ。投げて 着水で巻いた時にゴン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 って来てるわ。遠いな、手前にはおらんわ。ついたついた、ほらイワシ来た来た来た。ほらイワシおっちゃんおるで。ちょっとトップ新メゴ C コンタクト28g。あーよー、飛ぶわ。お、なに、波紋出たで、そこ。なに、お、ほらほらほら、やってるやん。ボイルボイルボイルやで、今の。
おるやん、おるやん、青葉の。ピンテールよ、ピンテール。投げなきゃまたランっぽいけど。いよいよ投げなのかね。ブリカスタ。レンズシルバー行こうか。あれ？どれぐらいかな？ああ、お前やってるやってる。投げらなあかんやん。届くか微妙やな。新品やと届くかな。帰ろう思ったのにまた始まったやん。なにこれ、ベイト追われてるやん。おお、バッシャバッシャやってるやん。帰ろうかな。あ、ほんまや、遠いな。いてるのはいてるのにな。帰ろうかな思ったら出るよな。自分とってもだ。でかい。こんな感じな時に自分釣って動かれへん。もう最低や。よっしゃ。さすがペンチや。おお、来た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 。出た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 。すげえすげえすげえ。出た出た。お、ゴツゴツしてる。お、ゴツゴツしてる。すんげえベイト当たるで。え？すんげえベイト当たる。イワシやろ。すんげえ当たるで。お、バッシャバッシャやってるやん。お、戻ってきたんじゃん。お、ボイルしてる中で。おお、おお、お、ああ、何してんの。中でボイルしてるやん。中でボコボコやってんのに。お、バッシャバシャやってるやん。あんなとこでバシャバシャやってる。くそー、ワンチャンやったのに。おーおーおー、こっついでこれ。ナブラナブラ。お、やったやったやった。ホールさして目の前やろ。おお、食った食った。お、タモ後ろやん。やりましたね。バラさないでくださいよ。お、でかいでかい。でかいやん。でかいでかい。慎重に慎重に。でかいよ。目白やん。焦らんでも焦らんでも大丈夫。来た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 。テトラ危ないで。寄せて寄せて。よっしゃ。お、60、70ぐらいあるね。70ぐらいあるよ。えい、やったー、おめでとうございます。やりましたね。70あるわ。しゃあ、後で写真撮っていいですか。いいっすよ。あの、地べた置いてるとこ。サムフレフトで来ました。おったんやね、ナブレなかったのに。
いやだから多分ねもうあっちゃこっちゃで突然起こるから、あ投げてただ巻きしたろう。ほんでガーン来たんですか。一発で切ったこの軸に変えた瞬間です。この軸いいですよ、片口カラーで。これそれです。へえ、なんていう、なんていうやつでした。メタルエフェクトっていうやつ、あの生駒亮さん、はい、あの人がプロデュースした。へえ、取れへん。なんで針外ししてんえ。お、やってるやってる、やってるやってる、おるやんおるやん、おバッシャバッシャやってるやん。おーおーおお、目の前や。おお、ここでやってるわ。届いてない。だいぶこれ。何本あるかな。え、60人。ああ、それでも良かったじゃないですか。完全に変える気満々状態だから。なんていう軸でしたっけ。メタルエフェクト。メタルエフェクト。でしかも値段もこれ何やったかな、700円ぐらいです。おお。安いんですよ。どこのメーカーですか。これなんかあのジャクソンかな、イクマサインかな。あー、なるほど。はいはい、40g。 これは40g、 両方持ってます。おお、あれなら届く。入った。どや、クワガタ。行くぜ。おりゃー、どうや。食わへんのか。届いてんのにな。終わった、また終わったな。やってるやってるやってるけど食わんわ。びっくりするやろ誰も相手してくれへん。遠いニャホニャホさんが反応して目白落として潜るムーさん。川口ひろしが取れないですか。あ、目白落ちてる。あ、届かない。お、お、届いた届いた。おお、魚片手に上がってきたで。さすが背高いね。余裕で届くんや。これどないして渡してんかな。あそこ持ったやつ。はい。ちょっと待ってな。落とせんように下行くから。そうそう。すげえな。さすが背高いだけある。渡したものの結局自分向こう回らなあかんね。登ってまおうかな。めんどくさいな。カメラ外して。登れそうやけどな。登れる？俺一回ここでチャレンジしたけど今日登らんかった、ね、向こうか。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでもこの動画がいいと思っていただけた方はいいねボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしています。いいねボタンとコメント欄の間に概要欄があって、そこに過去動画とかまとめてますので時間の時見てください。バイバイ。